みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと288日となりました。みなみです。マイアミではありません。ちょっと眩しかった。今日もね、あんまり今時間がないんだけど、まあいいだろう。ちょっと私のお気に入りのオーストラリアで買ったさ、あの海みたいなさピアスがさ、どっか行っちゃったんだよね。多分家のどっかにあるんだけど、なんか外してしまったんだけど、そのしまった先がさ、クソとか言っちゃいけません。ネックレスも壊れたし、もうめちゃくちゃやで。あのルーマニアかブリスベンか迷ってるんですけど、貯金を始めました。25万にでいけんのかね、ルーマニア。ルーマニアでもね、前見たら一番安いツアーで、最初ツアーで行こうと思うんですよ、やっぱ怖いから。ツアーで18、今の時期で15万。でも多分あれ飛行機代サーチャージとか抜いてんだよね、多分ね。まあでもまあ最低25万ということで、これ引っ越し資金で作ってたんだけどね。引っ越ししろよってね、早く。いやそっちなんだよね、本当は。医療費、引っ越し、旅行のはずなんですけど、あのなんかこう、私下克上とか天変地異がすごい自分の中で起こっちゃうんで、いや思ったんですよ、ルーマニア好きでジプシーだわーとか言ってるんだったら、そこ行くのが一番の治療じゃねっていう、無理くり治療法でございます。もうことあるごとに私はもうちょっとここに、このボックスに、意外とやり始めるとね、ハマるタイプなんで、ゲーム感覚になってくると私は強いですね、本当に。シミル容疑者って知ってる？あるんですよ、 BS に。シミル容疑者か、空港ピアノ、街角ピアノっていうのをやってるんですけど、いつも。それか世界のニュース、その3本立てなんです、大体。すごい好きですね。私地上波見るとめっちゃカチカチくるんですよ、すごい。なんか頭もチカチカしてくるし、結構もうそれこそレインマンの感じになってくるんですよ、はぁーみたいな、キャーみたいになるから、あんまり地上波見ないんですけど、あんまりってかほぼ見ないですね。人と見るしかない。もう実家でついてるとかもそれでしかほぼ見ないんだ。 CM とか全然わかんないですよ、今。本当は良くないんだけどね、そういうのちゃんと見て勉強しなきゃいけないことってたくさんあると思うんだけど、なんかね、地上波苦手で。でも進撃の巨人の時だけだよね、最近地上波つけたの、夜中に、という感じでございます。門司港駅ってどこ？すごい、門司港駅だって。門に司祭の司に司るね、港。すごい素敵な駅ですよ、なんかこう趣がある感じで。ということでね、いや、ため息をつくようなことは何も起きてないんですけど、そう、まあ頑張るしかないですね。ちょっとね、私4月が結構激動というか、すげえいろいろあるんですよ、意外と。ちょっと耐えられるっていうか、駆け抜けられるかがちょっと若干心配になってきたんですけど、まあ、なんとかなるでしょうと。たまちゃんにもらった、たまみちゃんがくれたね、甘みの油があるんだけど、これも髪に塗るんですよ、最近。私なんか
ヒッピーの人の髪みたいになりたくて最近。なんかこうさ、ベリーダンサーといえばツヤツヤの髪みたいにするじゃん、みんな。なんかあんまり好きじゃなくて、ああいうの。なんかもうちょっとさ、やっぱ髪って迫力だと思うんですよ、私。迫力がある髪ってすごくいいと思ってて、あのうわーっていうさ、本当はドレッドヘアみたいなやりたいんだけど、あんまできないから、ちょっとこう自分でなんかこうそういう感じに思ったんですよね。私あんまりシャンプーで髪洗わない方がいいんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね、最近。臭くなるかもしれないけど、なんかある程度さ、油を残しといた方がああいう風になるんじゃないかなと思って。でも言ってましたよ、あのこれ本当に職業なくなるから言わないけどって昔なんか美容師さんに言われたことあるんですけど、本当シャンプーなんかいらないからねって言われたんですよ。なんかシャンプーって本当に気分だから、なんか頭皮の間の汚れを落とせば結局いいわけだからって言われて、痛いけど塩だっていいんだよって言われたんですよ、その時は。それ塩ではさすがにやんないけど、多分かぶれるから。なんかそんなこと思うんですよね。なんかこう、花粉症どうですか皆さん。私ね、やっぱ重症なのよ、花粉症は。どうしても治んなくて、で、でね、本当はやっぱり薬飲みたくないんだけど、もう飲まざるを得ないんですよ。もう何もできなくなっちゃうから、そこはね、飲むんだけど、やっぱり飲まない方がいいなって思いながら飲んでます。なんかね、テンションが下がる、すごい。花粉症の薬飲むと。神経が鈍ってんだろうね、多分ね。こんな感じはする。今日はいい天気ですね。出たよ、ミサイル。まあそんな感じで今日も皆さん頑張ってまいりましょう。というわけで、それでは。